三春滝桜は、福島県田村郡三春町大技滝あ桜久安に所在する推定樹齢千年町の国の天然記念物のしだれ製の桜の巨木。三春の滝桜、また単に滝桜とも呼ばれる。品種は、江戸悲岸系の栽培品種の紅しだれ。ライトアップされた三春滝桜葉桜日本語大桜、または三大巨桜の一つとして知られる。 2012年時点で、推定樹齢千年長、樹高12メートル、根回り11メートル、幹回り9.5メートル、枝張り東西22メートル、南北18メートル。三春町の滝地区に所在すること、毎年4月中、下旬に四方に広げたいだから、薄紅の花が流れ落ちる滝のように先に追うことから、この名がある。毎年全国から30万人の観光客が、 訪れる。天保の頃、鴨木高の栄華、道の国道たるのみか、四方八方に響き渡れる滝桜花によってその名を知られ、三春藩主の御用木として保護された。周辺環境、明治時代の三春滝桜1960年頃に、八木沼喜史郎とこの目沢殿茂雄が、三春滝桜とその周囲にあるしだれ桜の伝承。 由来などの調査を行った結果、田村郡内では、三春滝桜の半径10キロ以内に、根回り1メートル以上のしだれ桜が420本以上分布していることが分かった。またこれらのしだれ桜は、滝桜から、同心円状に広がり、遠ざかるほど幹が細くなり、本数も減少する傾向があり、これらは滝桜の子孫樹であることが分かった。またヤギ沼マキ郎が、 三春滝桜の種を日本全国に普及させたことで日本各地で滝桜の子孫樹が植樹されるきっかけとなった。2010年時点で三春町では継ぎ木などの方法も含めて7県の農家が滝桜の生産を行っている。福田寺の糸桜埼玉県北本市の方向寺にて釜石市の世界遺産、橋の鉄鋼山入り口に植えられた宇宙滝桜なお、 開花期には周辺の道路の渋滞が激しくなるので注意が必要。ありがとうございます。